というわけで今日は鶏小麦ですと鶏ガラ醤油ラーメンを食べたいと思います。以前食べた豚骨とはまた違った味わいがありそうですね。食物手に取って嬉しいです。醤油ラーメンなのであっさりいただけそうなのもいい響きですね。それではいただきます。この前食べた醤油ラーメンじゃなくて豚骨ラーメンとはまた違った美味しさが感じられる冷凍ラーメンですね。今回もこれで食物繊維が取れるなら嬉しいなと思える商品に仕上がっています。つぶつぶつぶとしすって、あっさり食べられ、それでいて食物繊維で体の中をきれいにできるのであれば本当に嬉しい商品だなと思います。やっぱりロダタッピングした方が落ちるんだろうけど、まあ前回同様ないものをどっちかを見ませんか。自分もうちょっと準備を考えないとな。あなたは豚骨ラーメンよりも醤油ラーメンの方が好みですか、それとも豚骨ラーメンの方が好みですかって何を聞いているか。自分は味についての詳細はこの後すぐ。ごちそうさまでした。醤油ラーメンなので予想通りあっさりとした口の中ですっと濃くに入っていく味わいで、豚骨は濃いからダメだと思われている方も醤油ラーメンならあっさり食べられるのでぜひ食べてみてほしいなと思える商品になりました。これで食物繊維が取れるなら本当に嬉しいですね。というわけで今日食べた国麦ネミ醤油ラーメンは豚骨とはまた違った美味しさがやり楽しめたということで4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武